血合いで行う引き寄せの法則。その9、引き寄せの法則で望む結果が引き寄せられない。つまり、望む結果が引き寄せられないことを引き寄せている。同じメソッドをやっているのに、良い結果につながる人と、良い結果につながらない人がいる。この2つの結果から何が言えるでしょう？望む結果を引き寄せるための何か、メソッドによっていい結果を引き寄せるための何か、どこかに原因があるのは分かっていると思います。うまく引き寄せている人と引き寄せていない人、メソッドで良い結果になる人とならない人、この2つの違いの根本的なことを考えなければいけないですね。